第32回銀河賞宝キングダムで勝利を収めました村上信一調教師にお話を頂戴します。おめでとうございます。 ありがとうございます、レースを終えて今まずどんなお気持ちでしょうか。そうですね、まず、まあ、ハンデ頭で勝ったということはすごい嬉しいことです。はい、村上調教師の前走コバを相手に勝ったあのレースをちょっと振り返っていただきたいんですけども、あの勝利はレースご覧になっていかがでしたか。まあ、そうですね、やっぱり、まあ、今、まあ、馬がとにかく自信を持ってるって、まあ、そういう感じがしました。あの馬はもちろんですけど兼ねた騎手も何でしょうか、見ていて。そうですね、やっぱり勢いですね。その勢いがある中今日のレースでしたけど、雨が降ってきた時はどう思いましたか。そうですね、ちょっとやっぱり途中でちょっと遅れを取る馬だから、その辺ちょっと心配はありました。レースご覧になってていかがでしたか。まあ降りた時はね間に合うかっていうね感じのレースだったんで、まあ勝ててよかったです。特に道中はもうかなり後ろの方にも見えたんですけども、まあ、そして今日のその馬場なんで、あの辺り二障害の手前まではどんな印象でしたか。まあ、そうですね、まあ、ハンデあるんで、まあ、それは仕方ないと思って見てました。ただ降りてからは、まあ、足色ももちろんなんですけども、この馬のメンタル面っていうのはどういう性格なんですかね。そうですね、でも、まあ、急いで歩くのは、まあ、足色ももちろんあって、はい、あの勝負根性みたいなものもまたさらに、そうですね、もう自信、今はやっぱり自信持って、3冠目に向けてはまだ、数ヶ月先ですけども、いかがですか。まあ、そうですね、やっぱりハンデあって勝ってるんだからやっぱり負けれませんね。ちなみに天馬賞まではあの途中はレースを使う休ますというそういうプランは、そうですね、決まってはまだいませんか。決まってはいません。もう体調はずっといいという感じですよね。はい、その体調の良さ、普段の厩舎での生活ぶり、どんなところで特に感じますか。まあ、平気にそんな前ほどねやんちゃなこともしなくなったし、ちょっと大人になった部分もあるんですかね。そうですね。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ、三冠取れるようにこれからも、まあ、体調を整えて頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。